タビー EHK。 はい、タビーです。6月20日午前10時40分です。私は今旭川空港前を走っています。今日はこれから旭川から北へ向かいたいと思います。いやー、行き当たりばったり、どんな旅になるでしょうか。お楽しみを。道路脇見て分かりますでしょうか。ラベンダーが紫に色づき始めてます。わー、綺麗ですね。7月前にもうちょっと咲き始めてますね。いやー、これから来月楽しみですね。皆さんもぜひ見に来てください。東高須から国道40号に入りましたね。ここは名寄国道といって、まあ、名寄まではもちろんですが、そのまま行けば稚内まで行っちゃいますね。いやー、どこに行こうかな。ちょっと小雨がさっき降ってましたが、雲行き怪しいですね。ずっと雲が、空にありますね。いやー、晴れてくれないかな。11時半、ピップチュアを通過中です。高速が清水県口まで、ありますが、今回は有料の高速は使わないで、ずっと、下の道で行こうと思います。11時50分、和寒町を過ぎて今は金物町ですね。あ、ここ右側、道の駅、本の里県口、あります。当初寄る予定でしたが、このまま先を急ぎます。種別です。いやー、結構大型店お店いっぱいあってすごい便利そうですね。こう回転寿司と山岡屋、もう右側西条、これは東北地区しかないお店ですね。11時58分道の駅ひつぎの町侍市別の真横ですね。いやー、綺麗な道の駅ですね。このまま先を急ぎます。12時18分、名寄に入りましたね。おー、ここも左側道の駅もち米の里名寄。おー、結構車止まってます。いやー、どんな道の駅なんだろうな。あー、名寄といえば昔、20年前ぐらいですかね、雪足にスキー場にスキー滑りに行きましたね。札幌から続く高速道路は今、標津までですが、これから名寄の町は通らずに、バイパスがあるんですね。ここから左ですね。名寄伊深道路に行きましょう。名寄はイオンとかショッピングモールがあって結構買い物には便利ですね。お、ここから右入ってバイパス入ってきます。いやー、これは快適ですね。右側にイオンのショッピングモール見えました。ユニクロもあって鶴葉もあるんですね。いろいろいろなお店があってすごい便利そうでした。12時45分から91キロですね。距離2時間45分かかりましたが、伊深町に入りました。いやー、雨結構まだひどいですね。いやー、名寄から続くこのバイパス道路、この高速道路、快適ですね。次の伊深北でこれは終わりですね。また国道の下道走ります。12時53分、旭川からちょうど100キロですね。道の駅伊深、そうですね、休憩しに行ってみましょう。2階のレストラン行ってみましょう。Thank you.
ここは温泉もあってチョウザメ館っていうのもあります。いやーキーマカレー美味しかったですね。で1時45分旭川から124キロですね。小稲村まで来ました。この右手音稲区工芸校美術工芸校動画部ですね。こうテレビとかでよく見て有名ですね。いやこういう小さい村にこういう広告があるんですね。いやもう一回航空できるんだったら来てみたいな。あとは奥尻島の奥尻高校とか島留学やってみたいですね。あー正面音稲ヶ浦の駅見えてきましたね。いやー風情ありますね。ちょっと行ってみましょう。いやー蕎麦食べたかったですね。奥稲ヶ浦駅のそばも何年か前だったか閉店して、黒いそばだったんですけど今は道の駅で食べれるそうですね。いやもうちょっと早く来ればよかったかな。国道40号を、あのまま、北上したら稚内方面に行くんですが、私はこれから、国道257号だったかな、岐阜国道というのを北上します。2時50分旭川から4時間弱ですね。旭川から距離にして167キロ、中頓別町に着きましたね。あそこもありますね。ちょっとした町ですかね。いや今通り沿いに牛が放牧されててそういう牧場がありましたね。いやーのどかすぎます。この動画の続きは明日アップします。どうぞお楽しみに。北海道音稲ヶ浦からチャンネル登録よろしくね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ちゃんちょかんちゃん旅旅旅チャンネル見てくれてありがとう。じゃん。